はい、こんにちは、ショウタです。ポケモンソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。受けループにね、帰ってきたんで受け回していきます。これそんで、ハピナス選出の、ドヒドモジャンボかな。なんやかんやそれが強い気がするけどね。いいかな、それで。初手来そうなの誰だろう。めんどくさいところから見たいね。まあ、ハピからでいいかな。ハピドヒドモジャンボで。初手相手誰かな。なんか特殊から入ってきそうで、ハピで、ヌメリオンとかから来るイメージがあって。コジョンドか。それ崩せる駒なのか、果たして。いささか疑問ではあるけどね。どっちに引くのが美味しいかな。ただ、いやー、モジャンボでいいか。ダイジェットとか、あるかもしんないんだけど、多分モジャンボ耐えるんだよな。トンボ返りか。まあ、これはドヒドイでもモジャンボも別に、あんまり問題じゃないけどね。結局、再生力、これまたあれかな。一生こう、釣り交換して、ってノリかな。ぬめってきたね。これなら一回ドヒドイデに引いといた方がよかったな。まあハピ戻してどうかっていう話だと思うけど、だからハピナス死ぬとちょっと困るよな。アシッドボムあるタイプだよね。これがめちゃくちゃめんどくさくて、まあでも一回トラアタは打ちたいか。アシッドボム相手連打じゃないかな。さすがに。これね、ドヒドとハピのサイクルで多分受け回せるんだよね。アシッドボム2回入れないとさすがに。2回でもこんなもんか。しょぼいな。ダメージ。まあきついのはアシッドボム連打なんだけど、その間にこっちがどれだけ別の技で試行回数稼げるかっていう。まあ、ここら辺でドヒド引いとくか。ここもアシッドボムかな。まあ、トラータでなんか引くのもめんどくさいだろうし。ダイマしてこっからダイドラグーン、ダイドラグーンとかでいけるんじゃないかな。相手視点は。で、裏もジャンボだから、ダイアシッと打たれるのも。ついみたいなノリでダイマックスしてきてくれると嬉しいけど。流派か。どんぐらい入る？結構入るね。まあ、さすがにドヒドは HB だからしゃあないか。技構成が流派と、ダイエ、違う。アシットボムで、あ、引くんだ、ここ。誰？ラフレシア。ちょっとめんどくさいの出てきたけどね。ラフレッシャー何してくんのかな。だドヒドイで D 下がってるからさすがに引かないとダメだね。なんかめんどくさい技持ってるとやだな。なんか割とあのタイプのヌメリゴンきついなって思ってたんだけど、割とそうでもないかもしんないわ。なんかドヒドハピなら割とね、その普通に殴ってくるタイミングでドヒド引いてハピ投げ直せばトラアタ何回か稼げるから、それで引くもの次第ではいけるみたいな感じがあると思うんだけど。で、どうせ瞑想積んでもハピの火力雑魚すぎるのとヌメルゴン硬いから突破できないよねって思ったんだけど、ここ引くんだ。ラフレッシャーがハピに言うことがあんのかな。でもまあ特殊だと思うからトラウタ連打で一回はいいと思うけどね。なんかめんどくさいの引いたとしても遅いのか。ヤドリギがある、はいはいはい。まあ、まずいのはここじゃないね。まずいのは明らかに、これはヌメルゴンだから、ってか回復量エグ、ヤドリギで、吸われた時の。まあ、ドヒドに一回は下げて、相手ここでヌメルゴンかな。ただ、トラート何回か打ってるから、試行回数的には、まあまあな感じだけど。
これモジャンボいらなかったな。ここ引きか。ヌメルゴン。ね、熱湯からでいいかな。焼いたりして早めにヌメルゴンを。あー、これ引くんだ。これ勝てるぞ、さすがに。負けねえわ。ラフレシア、焼いたりすると、一瞬で余裕になるんだけど。焼かない？焼けなすぎじゃない？こっち、相当攻撃してるぞ。トラータ3回と、熱湯、もう何回か打ってると思うんだけどね。ねえ、これ、ヤドリギはこっち交代すれば治るから別にいいんだけど、とにかく、モジャンボとか、あ、モジャンボじゃないや、ラフレッシャーとか、うん、急所はいいから焼いてほしいんだよな。ヌメルゴン焼かないことには、ゲームにならないから、焼いてとにかくその、いつか死ぬっていう状態にしないといけないから、ネットレンドだけど、対面からじゃ崩せないでしょ、ヌメルゴン。どう考えても。トラータ相当稼がれるの嫌だろうから、ヤドリギ連打とかなんじゃないかな。ハピ引き割と、見える場面だもんね。そうだよね。ネット、ちょ、開かなすぎじゃない？いくらなんでも。いやー、これ、まあでもね、どっちみちネットで焼くしかないから、ネット、とにかく一回でも食った方がいいと思うんだよな。まあ、これ多分、ヌメルゴン引きなんだけど、相手はね。だまあ、ドヒドイでは多少ヤドリギで削れようが別に、なんてことないから。あー、連打か。たぶん、肝が座ってんね。めちゃくちゃ。焼けないんだけど。ずるい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 。だいぶネットを打つ。いやー、ここねー、引きたいなー。でも、ヌメルゴンも焼きたいからね。とにかく焼かないことには始まんないからネット連打なんだよな。まあさすがに引くか、ヌメルゴン。だからトラータ 20% ぐらいで、ネット 30% だからネット打った方が効率いいんだよね。なんか状態以上引くには。OK。ここ焼ける方が全然いいわ。ラフレッシャー焼けないのはまだいいから。ここ焼ければ、万事 OK って感じなんだけど。で、ヌメルゴンも殴ることはもう、ないかな。おそらく。あとはこの、やけどダメずっと稼ぎ続けて、消えてもらうわ。いや、これ受けループやってるって感じするな、これ。ネットの回数稼いで、くるくるして、みたいな。楽しいね、めちゃくちゃ。あ、シットボームだよね。それは分かってるんだけど、こっからね、多分ここ卵産んで、次耐えるから、卵産んで裏引けばいいんじゃない？アシットボーム連打ならそもそも何も問題ないし、こう殴ってくるなら殴ってくるで。まあ、卵海で、いい感じあると思うけど。でかくなってきたね。これ落ちんのか？いやー、でもどっちかっていうと地味にあれか。あれがきついな、ダイアシットの方が。ダイマしてもいいけどね、こう卵海、できたら。ダイアシットか。これであれかな？こっちがドヒドに引くところにサンダー押し付けるふりして火力相手押し付けたいみたいな感じだと思うけどね。このヌメルゴンね、割となんか昔僕苦戦してたんだけど、ハピドドヒドでくるくるすれば割といけるってことが分かってから、だいぶなんか怖くなくなったかな。で、ダイヤシット一回でも多く打たせない方がいいから、こうボールで。これでいいと思うけどなぁ。こうでもなんか、あれだよね。相手はさ、このルートで崩せるだろうみたいなさ、高を食ってるけど、こっちはちゃんと崩せないこと知っててさ、受け回せるのめちゃくちゃ、なんか、いいよね。すごい好きなんだけど。高く食ってんだろうなぁって思いながら、じーっとこうやって、じーっとしてればね、勝つわけだから。なんかきついポケモン、こうやって並び単位で見れると結構幅が広がりますよね。ドヒドイでとモジャンボとかも、その単体ではそれぞれ受けれない駒が結構いるんだけど、2体絡めたら、まあお互い再生力ってこともあって、そこそこいけるみたいな感じがあったりとかがね、めちゃくちゃいいですよね。ダイヤシット。
これ最悪ドヒドイで死んでも別に困んないかな、割と。そういう感じはあるけど。勝ったっていうか、ハピがザコい。こんなザコいのか、こいつ。で、相手、チビになって、こっちダイマックス残ってるから、ここ突っ張るように見えると思うんだよな。だから、アシットボム連打したいと思うけどね。ただ相手 C2 回上がってるから、それがちょっとどころじゃないぐらいまずさはあるんだけど。まあ、ドヒドのトーチカーとかで、そこそこ回数稼げるから、回数っていうか、ターン数をね、稼げるから、やけどダメをちょっとちまちま、ちょび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 稼いで、最悪これモジャンボ捨ててもいいでしょ。コジョンドだっけ、あれはドヒドでもいけるから、モジャンボを捨てる場面があってもいいと思うけどね。うん、ここはトーチカー、10万。で、ハピからドヒドに引く際に、引き際に10万もらうのだけがやばいから、そこだけ気をつけておかなきゃいけないかな。半分ぐらいまで来た。ここはハピ引きで。C2 段階上がってるからさすがに10万死ぬんだよね、ドヒド。怪しいタイミングは、モジャンボ投げてちょっと、うまいこと。ここはシットボムか。この辺は致し方なしなんだけど。ここ卵海でいいかな。アシットボム相手からすると連打の場面だけど、っていうか、ハピの方が早くなったのでかいな。10万。強いね。いや、これでも卵を見れるのでいいや。上から卵を見できる以上。やばいこと起きないから。やばいこと起きても、気の身で一回はごまかせるのと、売らせていいっていう感じがあるから。選出見えてると、これが楽だよね。アシットボム。で、ラフレッシャー考えると、ハピ残ってる方が美味しいかな、割と。ハピどんぐらい下がった？ 4 段階か。まあ、ここらで10万じゃないかな。モジャンボで10万受けれると、めちゃくちゃ美味しいんだけど。どうですかね？ OK。これどんぐらい入るかな？結構強いね。ただ、モジャンボここで失う。アシットボムとかもらってると多分死にかねないんだけど。これもらわないで済んでる上に、モジャンボも守れるから、すげえ余裕あるな。いや、悪いけどこれは勝ったよ。抜けループ、受けループって感じで楽しいわー、これ。流派。まあ、ハピ引き読まれてもいいから、ハピかなー。ハピ引きして即死ぬ技が別にないから。トライアタック、ダイアタックにするとさ、S ライン近いポケモンだと無理やり、ハピが上になれるのも結構面白いな。相手も引いてきたけど、それヌメルゴンの C アップがなくなるから事実上、弱点の目がなくなってると思うけどね、相手。ハピ引いて、今度ここドヒドイででいいかな。トンボ返りしてくるならトンボ返りしてくるで。何に引かれてもドヒドが盤面にいた方が多分強いんだよね。あとそろそろ膝とか打ちたいと思うけどね。そうだよね。これドヒドで半減だからこっちの方が全然美味しいよね。ここは熱湯かな、さすがに。まあそもそも引く話と、引かなくても多分、モジャンボ引きとトーチカー2つあるから、割と、まだまだ余裕あるから、ネットを稼ぎたいよねっていう。やらない？こいつほんとやけねえな、この葉っぱ。この、ラフレシアっていうか、ほんとにラフレシアじゃん。動物の森でよく咲くから僕嫌だったんだけど。ほっとくと、
ほっとくとこれ勝手に咲いてさ、環境クソ悪くなるから、めっちゃ嫌いだったんだけど。これと一緒だよね。焼いて。オッケー。やっと焼いてくれたよ。ねえ、こうなるといよいよ本格的にここもジャンボなんじゃないかな。宿り気に対応効くのと、毒技打っても相手何も思んないからね、ここ。このジャンボで。毒タイプに宿り気したらさ、毒水取ってんだからさ、削れてほしいよね。そういう使用できてもいいと思うんだけど。ドヒドイデが、だからナットレイに勝てる世界が来るけどね。まあ、もともと勝てるんだよ。TOD のせいでダメなだけで。TOD なければもともと勝ってるわけだから、結構近すぎか。だからハピー引いときたかった感じあるけど。だるいなこれ。いやでもこれ TOD で勝ちだね。守っていいでしょ。ムーンフォース、こっからこっち、まあ、例えばこう宿り木読みでもうジャンボで一回突っ張って畑押すとかっていう話もなくはないんだけど、多分 TOD で勝つのが近いから無理はするべきじゃないと思う。まあまあ、宿り木いいんだけど、全然それは。こっちこっから再生連打とかで、十分だよね。この受けループって感じたまんねえな。3日ぶりぐらいに受けループ使うけど、たまらんわ。最高すぎる。起きてることが。ネット暇だから押しとくか。だいたいヌメルゴ半分ぐらい削れてるし、うん、オッケー、お疲れ。試合時間もなんか受けループって感じの、17分くらい。いいんじゃない？楽しかったわ。じゃあ、お疲れ。